お疲れです。お疲れです。今日は、はい、現場抜き打ちチェック。まあこれコロナの時期なんで、まあ、今車の中でね、はい、俺は今マスク取っとるけど、まあ、もちろん俺も、はい、マスク持ってるし、ミッチも持ってるんですけど、そうですね、今はうち一応、まあ、工事コロナの時期なんですけど、まあ、やらせてもらってるんですよ。でお客さんもまあいいよって、家の中入る工事ないからね、はい、で職人もある程度固定のメンバーで行くっていう風で、まあ、リスクだけは管理きちっとして、まあ、今職人にもみんな必ず仕事中でもマスク着用、はい、俺も相当大変だと思うんだ、マスクつけるって。そうですね、だけどやっぱりきちっとマスクつけましょうって、はい、まあ、それぐらいの最低限のことやって、はい、ちょっと今日面白いと思うんだよね。まあ本当につけとるかつけとらんかっていうのってことですね、うん、で俺はもう散々社員に言っとるのが、はい、まあ、もちろんマスクつけてない、まあ、こういう時期だからやる気ねえやつはもうどんどんクビするぞって言って、職員もバンバン切るぞって言ってるんで、はい、もちろん今日マスクしなかったらもう山口だろうがバッてですねこれだよね、うん、ちょっと行ってみようか。はい、行ってみます、うん、あそこだな、芝かかっとるやんけ、マスクの雨降らせよ。逆に視聴者さんも喜ぶんじゃないですか。めちゃくちゃいい人だよ。血の雨降らせよ。タイガーマスクの人みたいな。タイガーマスク。さっきあれ、トーンあったの。すいません。すいません。おーおっと、お願いします。あ、見て見て、マスクしてないぞ。マスク検査だ、俺でこい。はい、俺でこい。マスクしてないっすよ。マスクしてないぞ。俺でこい、あんなにお前ライブの時マスクしちゃったのに。アウトっすね。なおさらアウトだ。アウトだーす。まさか突然来るとはって、あいつ。まさかお前飲みながらやっとるんだろうな。それは、それも首どころじゃないっすよ。首どころじゃない。NEC 大変だな。いや、狭いで大変っす。あ、これは狭いな、でも。あ、もう床が単管だけか。手すり棒だけで床にしとんだ。おー、マジで来たね。どうせ職長、職長だけですか。バン、バン、あ、あいつしとるやん。バン、バン、2人ともしてます。あそこ釣らんだろう、たぶん。あ、映りました、映りました。上と、まあと狭いは狭くて、ヘルメット入らんもんな。はい、あ、それはしょうがない、それはしょうがない。あ、こっちの人がいます。どういうことだ。はい、答えてもらおうか。これでもあんだけマスクしとったのにライブの時。お前ライブの時もしてよ、俺っちに。お前俺の猫目を襲った時もしとったやないか、マスク。はい、首だぞ。ダメっすね、もう。すいません、もう狭かったんで、もうヘルメットもマスクも全部取ってね、作業してました。あ、もうこう擦れる、こうやって、こうやって。それやけ、一応マスク持ってるでしょ。持ってます。どうかな、車にあります。嘘つけない。これ俺のだよな。はい、俺の人はもう支給された、支給品だよな。支給品。俺の支給品だよな、これ。お疲れ、お前ら偉いな。はい、全員しとる。お前マスクしてねえのか。はい。会社はもうもらってない、ダメ。なんでもらってない。ヒルヒルリ1個。どうだ、お前もらっただろ。まだ、あまり。なんで。あ、寮、寮。会社の人は。寮で1個もらっただろ。違うよ、1人1個ずつだ。いや違うっす、寮で1個っす、こうやって。いや違うよ、1人1箱ずつ。お前1個箱もらっただろ。あ、じゃあない、全然もらってないです。みんなない。なんで寮、僕ら1箱って言われました。寮で1箱って言って、こんなんすぐなくなるよって。すぐ、すぐなくなった。1箱ずつやるよ。1人1個ずつじゃない。あ、寮に、寮に取られた時ってことか。寮で1箱もう、これやるわ。取られてもらってて、いや、でも村井の声、1人1個ずつ、1人1箱。いや、でもしとるんだろ、結構。結構、ぶっちゃけしてるんですよ、本当に。視聴者さん、俺も結構ね、定期的にチェックしに行くんだけど、結構しとるな。そうですね、まあ、ただ本当狭いところとか、ああいうのもあるし、まあ、足場とかいったら、バーって競り上げの時とか、ちょっときついもんな。きついですね、ただまあ、それでもやっぱ、しとるんですけどね、やっぱ。今日しなかったです。今日は。でも、今日はたまたまですよ、さっき外しとったね。いや、挨拶する時はしとるの。してますね。まあ、朝と帰りと、そうですね。まあ、昼ぐらい、お茶とか結構持ってきてるから。そういう時は気をつけないからね。行っても愛知県はゼロなんで、うちももうこの1日2日でも解除しようかなと思って。ああ、社内、はい、在宅ワークは、はい、まあ様子見て、あと1日2日ゼロゼロが出たら、はい、まあ、2、3ぐらいでいいよ。まあ、1日、うん、まあ俺の中では5人以上以下かな。何を後ろが気になるのやめてくれ。あ、なんかそわそわするね、この辺が。なんかチラ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 ずっと見てるので、ね、ちょっと気になる。もういいやん、気になってもほっとけて。俺が気になるわ。なんかずっとこっち喋りかけたのずっとなんか後ろこっち見てるから。でも目目合ってない。怖ってなるから。ずっと見ても何もいねえじゃん。そういうことって。
残り、まあ、あとどんだけかかるか分からんけど、はい、わずかじゃないけど、愛知県とか、まあ、温度差があるんでね、全国的に、うん、ただ、まあ、こういう時にこそ、ちょっとマスクして、はい、やっていきましょう、はい、チャンネル登録よろしくね、チャンネル登録よろしくね。